レストランなどを経営する会社、外国で店を増やす。外国では新型コロナウイルスが原因で少なくなっていたレストランの客が戻ってきています。このため日本の会社は外国で店を買ったり増やしたりしています。うどんの丸画面製麺などを経営している会社は2022年度に外国の店を63増やしました。そして今年イギリスでビザの店を経営している会社を買いました。カナダでは初めてうどんの店を出す予定です。会社は2023年度に外国の店を260に増やす計画です。回転寿司の会社くら寿司は新型コロナの問題があったため中国で店を出す計画を2020年にやめました。しかし計画を戻して今年6月に上海に初めて店を出しました。会社はこれから中国やアメリカで店を増やして2030年までに外国の店を400にして1年の売り上げを1500億円にしたいと考えています。レストランなどを経営する会社、外国で店を増やす。外国では新型コロナウイルスが原因で少なくなっていたレストランの客が戻ってきています。このため、日本の会社は外国で店を買ったり、増やしたりしています。うどんの丸画面製麺などを経営している会社は2022年度に外国の店を63増やしました。そして今年イギリスでビザの店を経営している会社を買いました。カナダでは初めてうどんの店を出す予定です。会社は2023年度に外国の店を260に増やす計画。回転寿司の会社くら寿司は新型コロナの問題があったため中国で店を出す計画を2020年にやめました。しかし計画を戻して今年6月に上海に初めて店を出しました。会社はこれから中国やアメリカで店を増やして2030年までに外国の店を400にして1年の売り上げを1500億円にしたいと考えています。